全然ジャンルが違うからね。歌いなさいよ。こういうコメントはやめてください。おいしい。現実カフェテランゴ学園焙煎部。テレビ東京の生放送に私出ることになってますので、はい、まあ、そこで使う豆をこれから焙煎しよう。キングリオに焼いてもらいます。はい、美味しく焼いて明日美味しく放送します。焼きすぎるとすぐ焦げる、そして火が足りないとフレーバーが出ないという、そのバランスがすごい難しいですね。こうお花畑が頭の中ですね。いい香り。はい、じゃあいただきます。もう早くあのコメントしないと終わっちゃう。お、おいしい。パッションフルーツそのものみたいなフレーバーですね。うん、確かに休みとは何なの？うん、休みとはゆっくり仕事をする日です。